西口岡本駅は、栃木県宇都宮市毛岡本町にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である、宇都宮線の愛称区間に含まれている。宇都宮駅を、始発、終着とするカラス山線列車も乗り入れる。旧駅車島式ホーム2面4線を有する、京城駅であるが、1番線と3番線にはフェンスが、設置されており、2面2線のみが使用されている。 ホームは2017年度からかさ上げされて、列車とホームの間の段差が解消された。業務委託駅、簡易水下改札機、指定席券売機設置駅、トイレは改札内及び西口1階部分に設置されている。2015年2月より、京城駅舎と東西通路の工事が開始され、2016年7月に営業が開始された。新駅舎には、 上りエスカレーターとエレベーター、各ホームへはエレベーターが設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1892人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。その他スーパーなども数件ある。東口、西口から関東自動車の路線が JR 宇都宮駅東口方面へ運行している。 西口からは枠方面への運行もある。注車区店ありがとうございます。